清宮初安打、一本くらい打たないと示しがつかない。全国高校野球選手権、双日、6-0、今治西、8日、1回戦。双日、西東京の怪物1年生、清宮幸太郎内野手、1年、が甲子園デビュー。第4打席で甲子園初安打。初打点を挙げるなど、4打数1安打、1打点、1四球だった。清宮は、何度もチャンスで回ってきて、1本くらい打たないと示しがつかないんで。まだまだですと、初安打を振り返った。4万7000の大観衆で埋まった甲子園については、最高でした。今までとは違う感じ。気持ちよかったですと話した。緊張したか、と問われると、そりゃ、ナイスと大物ぶりを発揮していた。定年退職者の方、専業主婦の方に朗報です。定年退職者専業主婦専用 YouTube で着実に稼ぐ方法が完成しました。パソコンの方は白枠内をクリック、スマホの方は動画下の説明欄から見れます。スマホは動画右下の下三角をクリックすると、説明欄が開いて URL をクリックできます。